こんにちは。服とスノーボードの店、レープ前橋の大輝です。今回はですね、ハブアグレートフルデーのグラスと、あとマグカップ、これについて、動画の方がサイズ感とか分かりやすいかなと思ったんで動画撮ってみてます。あ、ちなみに今僕が着てるのもハブアグレートフルデー、背中にロゴが入ってて、このフロントはね、このサボテンとこのローズムーンっていう、6月にヨーロッパの方だと本当数時間しか見られないみたいな珍しい月、だからこのローズムーンを見ると幸せになれるとか、2人は永遠に一緒にいられるとかっていうなんか言い伝えがあったりするような月、ローズムーンにこのグレートフルデーのバラを当てはめたような感じの月がプリントされてる。でこっちのねサボテンの方にもなんかこう過酷な環境でも育つっていうところから、枯れない愛っていう花言葉がねあったりする。おめでたい、おめでたくはないか、いい感じのモチーフを組み合わせたのがちょっとこう左胸にワンポイントで入ってるみたいな T シャツ。まあこのね撮影時点ではまだ M サイズだけかな、ちょこっとだけ在庫あるんで、もし動画公開時点に在庫があればチェックしてみてください。概要欄から。そんな話すことないかもなんでサクッといっちゃいます。まず柄から、このねマグカップとグラスで両方共通の柄が出てて、こういうペアローズ、ハバグレーのこのバラ2つ寄り添ってるモチーフとブランドロゴっていうやつ、落ちますと、あとなんかちょっとこうレトロな雰囲気のある花柄がぐるっと入ってて、底面にロゴが入ってるのとグラスも一緒する。あとこんな感じな、これもめっちゃ昭和レトロっぽいなっていう3種類柄がありまして、まずじゃあグラスからね。グラスこんな感じです。なんか大きさがこんぐらいまあ氷入れて麦茶注いだりとかするのにちょうどいいサイズ感で、このねポイントがね、この上がこうすぼまってるんですよ。だからこれでウイスキーとか飲むと、こう飲んだ時に香りがねふわってくるって言ってました。でこっちの花柄の方はこのね底にロゴがあります。でこう内側からちゃんと読めるような向きでプリントされてる、これちょっとおしゃれですね。でマグカップ、マグカップも何 cc ぐらいだったっけな、なんかパッと見小ぶりなんだけど、そこそこちゃんと容量的には入る。なんかコーヒーメーカーのコーヒーカップの設定だと多分半分ぐらいまでしか入んないかなっていうぐらいの容量だから、ほんとマグって感じの容量です。でこれ一番の特徴がね、このスタッキングっすね。スタッキングできるんで、キッチンのカウンターのとことかにこうやって置いてあってもちょっとおしゃれだし、キャンプ行った時にこういう机のねところに置いといてもらってもっていう感じの雰囲気のいいマグカップです。大丈夫かなこんなんで。でもう一個ね、いいなって思うポイントがこの箱、これはマグカップの箱なんですけど、まあ、グラスとマグ共通でこんな感じのロゴが入ってて、しかもね、これなんかね、ちょっと立体的なんですよ。動画でわかるかな？いい感じにギュッと押されたおしゃれな箱に入ってるんで、贈り物とかに使ってもらいやすくなってます。そんな感じです。内容がない動画にはなってしまったんですけど、まあ、こんな感じの大きさだよっていうのが伝わったらいいかなと思ってます。伝わったわ。いいね。うん。いいんだよね。陶器だよね。陶器。うん。磁器。磁器。素敵だ。
まあ、こんな感じのこう花柄とかを生活に取り入れてちょっとこう豊かに過ごしていただければいいかなっていう感じのやつです。よろしくお願いします。お願いします。何かご不明な点やご質問などございましたらお気軽にメールまたはコメントにてご連絡ください。そんな感じでまた